皆様お久しぶりです。北海道テニス界で詐欺にあった話パート5、マティーニ被害者同盟結託ということで話していきたいと思います。今回こちらの詐欺の動画ですね、かなり久しぶりな感じなんですけども、ちょっと仕事が忙しくなってきてしまったので早めにフィニッシュに向かわせたいと思っております。本当は詐欺の動画はパート10ぐらいまで行って完結の予定だったんですけど、今回のパート5もしくはまあパート6、6ぐらいで次回の動画くらいまでには強引に終わらせたいなと思っています。ということで、これから非常に濃い内容の話をしていきますが、僕が今日これから話します内容の話の順序、進め方を間違えますとですね、某大手銀行メガバンクさんの名誉毀損にあたるリスクがあります。こちらの件は弁護士さんと詳細を話しているわけではないのではっきりとは言えないのですが、つまり逆に僕の動画によって大手銀行さんが信用を失ってしまうかもしれないという見解もできるということです。まあただそこはしっかりと気をつけて、全て悪いのはマティーニ氏と事実ベースでの証明をしていきたいと思います。まずはテニス界の中のマティーニ被害者は合計7名いまして、前回の動画で名前が出てきたレゲエパンチさんとブルームーンさんを代表に、他にはミモザさん、ニッカさん、バレンシアさん、スプリッツァーさん、トニックさん、現状で僕が把握しているだけでこれだけいます。次回の動画か番外編の動画では顔モザイクありで出演してくださる、快く出演してくださる、出演 OK してくださる被害者の方々のみで全員集まって対談形式での動画なんかを撮れたりしたら理想的ないい締めくくりになるのかなと思ったりもしています。で、次の話に移ります。いろいろな方々に動画見たよ、なんでこんな話に騙されちゃったの、カトショならポンジで中身ないことにすぐ気づきそうじゃんって結構言われましたので、僕が騙されることになってしまった大きな、最も大きな理由を2つ挙げていきます。1つ目、マティーニ氏はとにかく口がうまいということ。テニス界の中でも7名が騙されているってことでももう明らかで、おそらくですね、今も誰かが騙され続けているかもしれません。これは断定は僕はできないんですけども、かもしれません。それくらいですね、彼と直接接触をすると非常に危険です。話術がやっぱりあるので、口車がうまいんですね、お金を出資させる、お金を出させることに関しては。なので彼と関わってコミュニケーションやり取りを取ると結構危険です。特に個人事業主の方は、自分でお財布、事業資金とかやり取りしてる方は、個人事業主だったり会社経営者の方はかなり危険だと思いますので、あまり近づかないようにするのがおすすめです。詐欺師レベルで言うとですね、100をマックスとするなら、80は超えてるかなっていう感じですね。では僕が騙されることになった大きな理由の2つ目の理由です。これが最も大きな理由です。簡潔に言うと、僕は数百万の出資をする前にマティーニ氏の口から、ブルームーンさんも前からずっとやっているので大丈夫ですよと言われましたので、ブルームーンさんにですね、直接電話をかけて確認を取りました。実はブルームーンさんと僕は一緒にご飯に行ったりですね、時には一緒に旅行に行ったりとするような仲だったので、特にね、旅行した思い出なんかはね、すごく楽しかったりしますので、当時はすごく信用というかですね、信頼をしていました。で、電話で僕はブルームーンさんの方にこうやって来ました。マティーニさんのジュエリー出資の件ってブルームーンさんもやってるって、だいぶ前からやってるって聞いたんですけど、で、僕も出資の話たくさんもらってるんですけど、これってちゃんと期日通り返ってきてますか、本人みたいな感じになってないですかねっていう確認の電話を入れました。するとですね、なんとですよ、一瞬ですね、ちょっと間があったように僕は感じたんですけども、その間の後に、大丈夫だよ、多少遅れることもあるかもだけど全然帰ってきてるよって言われました。その一瞬の間を感じたんですけども、当時の僕からすると、ブルームーンさんのことを信用していましたので、当然ですよね、一緒に旅行に行ったりとかして思い出を共有している仲なので、
まあそう言われたらそっちを信じちゃうっていうのが当時の僕でしたね。まあ今も基本スタンスは身内というか日頃から仲良くさせていただいている方は信じていきたいんですけども、お金がこう絡んでくるとやっぱそれ以来、まあそれ以来っていうのはこの先の話をしなきゃあれですね。でどうなったかっていうと、蓋を開けてみるとですね、その時すでにブルームーン氏は期日通りに全く帰ってきていない状態だったということが、後のですね被害者同盟結託の際に全員がマティーニ氏との LINE のやり取りの経緯の公開、情報公開を被害者全員で行ったんですけども、その際に、まあ、時系列がちょっとおかしいなっていうことが僕の中で判明しました。つまりブルームーン氏はこのスキームがすでに自転車操業かもしれないなって気づいてたにもかかわらず、カトショが大きく出資することによって今自分に返ってきてない分が、まあ、すぐ返ってくるんじゃないかなと、もしくは僕が大きく出資したタイミングでマティーニ氏に連絡をして、まあ、詰めて、まあ、返金させると、そんなビジョンが浮かんだはずなんですよね。時系列的にこれを知った時に僕は当然ながら人間不信になりましたし、人間を簡単に変えてしまうお金の恐ろしさを知りました。まあ今となっては大変勉強になりましたの一言で片付けることもできるんですが、未だに人間不信なところは治っておりません。今詐欺の話をしてるんですけど、詐欺の話とは別に後に公開していく名誉毀損、テニス界の中で僕が名誉毀損されたもしくはされている話の件でも結構ですね精神的な打撃を受けておりますので、基本まだ北海道テニス界のほとんどの人たちを信用できていない状態です。さてすみません、この後ですがちょっと用事があってですね、撮影時間が足りなかったので、見込みが足りなかったので序盤に話していた某大手メガバンクさんの名誉毀損に当たってしまう恐れがある件についてはまた次回の動画ということになってしまいそうです。なかなか更新ができていないのに申し訳ございません。マティーニ氏の狙いは個人事業主や個人で会社を経営している若手です。おそらく労働力を搾取しつつも口車でですね自分の経験値をこううまいように語ってですね、まあ、僕の場合は1本目の動画見てもらえたら分かるんですけど、もうすでに亡くなっている数年前の3、4年前の会社のですね決算報告書を堂々と見せられて、もうすでに廃業になった会社のですよ、それで、まあ、自分の経験値を語られて、まあ、僕を信用させた、ひとまずですね初対面の段階としては、まあ、そういうようなあらゆる手口を使ってですね信用をさせ、まあ、自分の何かしらのスキーム、まあ、当時はジュエリーだったわけですけども、そういったスキームに引きずり込む、まあ、鉄板なパターンですね。彼が未だに改心していなければですか、まあ、改心していれば僕にすでに返金していると、全額返金していると思いますので、まだ数百万以上返ってきていませんので、まあ、改心していないということで考えて大丈夫かなと思います。何度も言いますが、北海道テニス界の未来ある若者の中で同じ被害者がこれ以上増えないように注意喚起をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。